ちの焼き物で使うアナゴですね。すごいでかいですね。うなぎみたいですけど、これもあの寄り抜いてもらって油があるとこ、うん、ちょっと苦いところなんで潰しちゃダメです。これは潰すと大変なことになる。まだ動くんですよ、ほら、まだ叩くと動く。ほんと鮮度がいいですよ。すごいですね、油しっかり乗ってる真っ白い油、うん、後から綺麗に皮目にお湯かけてぬめり取って。はい、池田です。